はい。ゴルフの楽しさを伝えるゴルフエヴァンジェリストのりょうです。オリンピックの男子ゴルフ2日目の結果をお伝えしたいと思います。えー、まず最初に中島啓太くんから行きましょう。今日は4バーディー、3ボギーの1アンダーと、まあ、2日続けてアンダーで回りました。本人はインタビューでね、もったいないボギーが3つあったからもっとスコア伸ばしたかったですと言っておりましたし、あとね、 フランスのパリなのに、日本の国旗持ったギャラリーの方がたくさんいたんで、いやーもっといいゴルフ見せたかったですと。もっと頑張りたいですというようなことを言っておりましたね。はい。まあ、中島くんなら、まだいけると思います。もっと上位いけると思いますのでね、頑張ってほしいなと思いました。で、中島啓太くんは、なかなか映らなかったけど、ここは、やっぱり松山くん、すごく映ってましたね。 1>, 1番からパー4ね、セカンドショット、ピンの右4メートルちょっとぐらいかな。そこに落ちて。で、これをぶち込んでのバーディー。いきなりバーディー来ました。で、3番のパー5なんですけど、ほぼ2オンしたところから、カラーからね、イーグルトライをきっちり寄せて、楽々バーディーと。で、4番のパー4はね、 パーパットがこれ4メートルぐらい残ったんですけど、わずかに右を抜けての初めてのボギーですね。パリに来てからの初めてのボギー。で、6番のパー4、これセカンドショット、ピンの奥に落ちて、バックスピンで戻して、ピンの右2メートルにつけました。このバーディーパットはちょっと危なかったけどね、右端からゴロンと入ってバーディーと。 ああ、ちょっと危なかったんですよね <laughs>。見ててもね。で、7番でボギーが来てしまったんですけども、後半の10番、パー4ね。セカンドショット、ピンが手前なんですよ。で、手前に大きなバンカーがあって。で、エッジから、エッジってあの、初めての方もいるので。ちょっとエッジっていうのはね、あの、グリーンの手前のところ、一番手前のところからっていうことですね。エッジから4ヤード。 4ヤードです。いや、こんな狭いところにピンが切ってあって。いやー、バックスピンでこう戻すか、もうバンカー入るのをね、もう覚悟して狙っていくかってうじゃないと、もうバーディーチャンス近くにつかないだろうと。その狭いところにビタッとつけてきましたね。ここもバーディーと。いやー、これ見たらね、やっぱ女子とはレベルが違うんだなと。 やっぱ違いますね。これはやっぱり女子じゃちょっとできない技かなというのはちょっとありました。多少ね。はい。そして11番のパー3。これね、6、7メーターぐらいのところについて、このバーディーパッドこれもぶち込みました。なんとかバーディー、連続バーディー来ましたよ。で、16番のパー3はね、手前に外したんですよ。このショートホール。 で、アプローチ。これ10メーターぐらいかな距離的にはね。これはぶち込んだんですよ。もう、チップインバーディーこれですよ。この時のアナウンサーの盛り上げ方。これですよ。女子のね、今、北海道メイジカップ。私も来ておりますけど、北海道にね。実況の小西さんがね、ちょっとテンションが低すぎてね、やっぱ盛り上げてほしいな。これぐらいやっぱり盛り上げてほしいんですよね。 こういうのが欲しいんだよ、見てる方は。で、ここで単独トップに立ったんですよ。で、17番のパー4。これね、3メートルについて、このバーディーパットを入れての連続バーディー。ここで13アンダーまで持ってきて、2打差でトップに立ちます。で、最後、18番のパー4。これ、ラフからのセカンドショットなんですけども、池に囲まれたグリーンの右端に切ってあるピンを狙うというシチュエーション。 これ少し届かず、もうちょっとだったんだけど、届かずにいけぽちゃと。いやー、これね、ダブルボギーパットも3メートル残ってたんですけどね、なんとかこれもぶち込みましたね。トリプルボギーは免れた。で、セブンバーディー、ーボギー、ワンダブルボギーがあっての3アンダーでしたね。インタビューがちょっと印象的でした。初日8アンダー。 もう、ノーボギーで回ったのに、しかめっ面でね、ぶっきらぼうだったんですけど、やっぱ気持ちがわかりますね。本当に優勝したい時って、本当に気合入ってる時ってこんな感じなんですよ。浮かれてないですよ、と。やっぱりね、これが3日間、4日間とね、続くわけじゃないから、気を引き締めていかないとっていうのがよくわかった初日のインタビューでしたけど、今日は少し笑顔も交えてながら、交えながらね。 苦しい終わり方になってしまいましたと。ね、反省しておりましたけど、これが2日目で良かったですと。いや、これ最終日にやったらえらいこっちゃですね。もう優勝争いしてる最終日の18番で、これやったらもう、本当にもううずくまっちゃうよね。何をやってんだ俺はと、なっちゃいますけどね。でも、これ、あと2日間ありますから、 これを持ってね、もう一回気合を入れ直せということかなと思いますと。そういうふうに受け取りましたということを言っておりましたね。いやー、さすが松山くんですね。メジャー覇者でありますから、やっぱりこの勝ち方を知ってる選手、まだ二日目とはいえね、いい位置にいるっていうことには変わりないから、もう気合を入れて、もう二日間ね、頑張っていきたいと。 いうふうに話しておりました。初日の顔とは、表情がちょっと柔らかい感じでしたね。はい。で、最終結果なんですけども、2日終わって、トップが3人となりましたね。いやー、来ちゃったよ、ザンダー・シャウフェレが。まあ、2大会連続金メダルはやめてと。<laughs> いや、素晴らしい選手ですよ。もちろんね。今年メジャー大会2つ勝ってるから。 そりゃ、いい選手に決まってるんだけど、いやちょっとね、メジャー二つ取って金メダルも持ってかれちゃうね、他の選手何やってんのってなっちゃうから、ちょっとね、まあ松山君も気合を入れて、入れ直しているところだと思うんですよね。はい。フリートウッドもセブンアンダー出しましたね。はい。ジョン・ラームも来てるし、 まあ一番こう世界ランク1位のね、スコッティ・シェフラーも来るかなと思いきや、それほど伸び悩んで6アンダーとね。まあ5打差だから2日間あればまだ分からないけれどもね。はい、フィッツパトリックも7アンダー出して。ジェイソン・デイは3つ伸ばして。まあマキロイはそこまでっていう感じですね。6打差。まあビッグスコア出せば分からないかな。 はい。中島慶太君は1アンダー、1アンダーのトータル2アンダーですね。ミンジーリーの弟、ミングーリーも6アンダー出して上がってきました。もう大丈夫かいっていう感じでしたけどね。ビクトル・ホブランボー。あの、これはちょっと無理かな。あの、予選落ちはないから、<laughs> オリンピックは60人しか出てないんだね。あの、最下位のあの、ビジガスセンスでも8オーバーです。まあ、 ね、中にはこういう選手もいます。そりゃ、ね、各国ね、出場人数決まってますからあ。そういう選手たちが出てる60人なのでね。最下位の選手はまあこ、こういう風になれるだろうなとは思いましたけどね。幅広い選手が出てるので。いつもの大会だと、やっぱりランキング上位の人しか出てないですから。あまりこういうケースはないですね。トップが11アンダーで。 最下位8オーバーとかっていうのは、まあ、あるにはありますよ。あの、あの、招待選手とかも出てる時は、まあ、こういうふうになるけれども。60人しか出てない大会で、これはあんまりないかなと。はい。まあ、これがオリンピックという感じですね。残り2日間頑張って、表彰台とは言わず、一番いい色のメダルを取ってほしいなと思いますね。 このチャンネルではこうしたプロの試合の解説の他にもね、いろいろな動画をアップしています。このチャンネルのアイコン、侍が100を切っているアイコンがありますけど、このアイコンをクリックすると、本の見出しみたいにね、いろんなテーマの動画をまとめてありますので、試合の解説以外には他にも、まあ、100切りを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね、話のネタになる豆知識とかね、 ランキングとか、まあ、他のツアーなんかもやってますのでね、解説。そういったのもありますので、よかったら見ていってください。まあ、時間ないから後で見るよっていう方はね、とりあえずチャンネル登録だけしておいて、後で見ていただければと思いますのでね、チャンネル登録っていう下のボタンをね、クリックしておいてください。ではまた。Go, go, go.